はい、どうも、新 TV です。マネージャー兼アシスタントの高橋です。お願いします。というわけでですね、はい、アシスタント兼マネージャーになりましたんで、はい、お願いします。ご報告しますんで、はい、動画消されたらたまったもんじゃないんで、マジでしっかりやってください。はい、わかりました。というわけで、まあ7月の31日で、ゆうぽんチャンネルから今こう派遣でこう来てますけども、はい、まあ終わるじゃないですか。終わります。もう多分そろそろ終わるんですよ。あと1週間、2週間ぐらいで。そうですね。はい、終わります。そこで今後どうするのかっていうところで、はい、まあ動画にいくつかしたと思うんですけど、まあ答え出してほしいです。いいですか？はい、どうぞどうぞ。はい。ゆうぽんチャンネルをやめます。マジか。マジです。じゃあ、ってことは翔平 TV もやめるっていうこと。でいいですかね。翔平 TV& ゆうぽんチャンネルやめますですか。はい、わかりました。じゃあマネージャー専念ですか。マネージャーですか。マネージャー専念ですか。YouTube やります。あ、そうなの。はい、やります。個人でやるんですか。翔平 TV でやります。マジか。ちょっと俺は別に何も言ってないんだけど、正式にはゆうぽんチャンネルをまあやめるという形。はい、まあ関係としてはね、まあ仲いいんです。ずっと仲いいんで。関係としては仲良くいますよ。これからもずっと。はい、もちろん。ゆうぽんが大阪からこっちに来た時はまあ会ったりとか全然しますよ。そうです。けどね、コンビというのはちょっとやめるってことで。そうですね。コンビ解消っていう形で。はい。はい、で翔平 TV の方に正式加入ということで、まあ今は。まあ修行ってことでいろいろ教えてますけど、はい、もうそろそろ教えてもらうのはもうそろそろやめて、今まで教わったことを全て形にしていくっていうのをやっていきたいなと思います。でまあ実際にね、まあ、彼ができることってあんままだなくて、なのでまあスケジュール管理とかね、スケジュールをまあ管理してこなかったし、まあ、スケジュール管理とかそういうのを覚えた方がいいんじゃないかっていうところで、まあまあ、アシスタントっていうかね、僕の撮影、まあ、結構呼ばれることもあるんで、行く時にまあ彼がいるとすごい助かるので、まあ、そういう感じでマネージャーというか、マネージャーです。アシスタントというか、はい、サポートみたいな感じで。そうですね、サポートっていう形で、はい、まあ、2人の時はやってもらいます。はい、はい、で3人の時はもう普通にメンバーとしてやってもらうという形でやってもらおうかなと思います。非常に翔平 TV に、まあ、修行で来てますけど、はい、たくさんのゆうぽんチャンネルでは味わえないたくさんの経験をしたと思うんですよ。しましたね、もういろいろと、はい、たくさんしてるし、これからもあるんですよ、ぶっちゃけ。どんどんなんかいろんなお話がこうオファーというかあるので、はい、それをこうねやっていくんですけども、それもまあ参加させても、ね、いただいてね、経験を積むんですけども、はい、まあ本当にたくさん経験していろんなことを学んで、はい、できないことをできるようにっていうか、0から1にねしてもらいたいなというふうに思います。はい、まあゆうぽんとはね、これからも仲良く、まあ仲いいんで、仲いい、そうね、はい、そこは心配しなくて大丈夫です。誰も心配しないです。誰も心配しないですか。誰も心配しないです。心配しないですか。誰も心配しないですか。そうなので、これからね、良平とね、ヒロと2人で撮影をするっていうのも、まあ、増えていくと思います。そうですね。俺がいない時とか、はい、なんでまあ、別々でやることもあるかもしれない。あー、多分あります。例えば俺がこうね、1人でね取材に行きます、はい、君ら2人はグラウンド使って撮影してこいみたいな、あります、ね、あると思いますんで、はい、まあ、そういうことに関してはいいんじゃないですかね。そうですね。あとまあ君の課題であるネタを考える、これ潰さない、これ潰さない、これ潰さない、はい、ネタをね考えたりね、幅広い、君が今までやってこなかった、はい、いつも人任せにしてたことありますよね。あります。そういうのを全部自分で考えて積極的にやってもらうのが一番ちょっと僕がこうお願いしたいというか、求めてるというか期待をしてるところなので、まあ、まだまだ若いのでね、はい、いろんな、なんだろうな、社会人としてっていうのもあるし、人としてっていうのもあるし、ちゃんとした大人になってほしいと思ってますので、はい、雑な部分とか適当な部分とか周りを見てないとか、そういうのがないようにちょっと彼のそういうところをね改善していって、まあいいチャンネルにしていこうかなと思います。で変わらず翔平 TV のサブチャンネルがあるんですけど、サブチャンも彼がね運営していくんで、はい、ぜひともそちらの方も見てほしいなと思います。はい、はい、まあそんなもんですか。そんなもんですかね。翔平ズサブチャンネルはほとんど自分が多分上げていくと思うので。そうですね、もともとね何人かでやるって話だったんですけど、そうですね、何やらやっぱこう YouTube の大変さというか、はい、過酷さを知ったようで、なんか難しいですかね。自然にこうねいなくなりました。はい、まあ、動画撮って編集をして上げるっていうのが、まあ、どれだけ大変かっていうのを翔平ズのメンバーは結構分かったみたいで、はい、ちょっとできないと。僕には無理でしたということで、離脱者が何人かいるので、その中で、ね、まだね何名かは、まあ、不定期ですけども、はい、やってくれてるので、まあ、やってもらって、それがさ、その経験が個人のインスタだったりツイッターとかにね載せれるような、なんかさ編集して載せるっていう、はい、なんかそういうのもいいなと思うので、ただね映像だけ貼るよりさ、そうですね、ちょっと編集したやつを載せる方がちょっとこうおしゃれじゃないですか。そうですね、工夫した方が。そうなので、そういうところをまあ学んでもらって、まあ、自分の SNS とか自分のいいプレーしたやつとかをこうバンバン載せてもらいたいなって思います個人でもね、翔平ズの方でもサブチャンネルの方でも期待してますので、まあ、そういったところでそちらもよろしくお願いします。お願いします。まあ1000人いったらもうひろとチャンネルでもいいよ、全然、はいはい、やってもらってもいいので、はい、まあ、ゆうぽんチャンネルを超えるようにね登録者を頑張ってもらって、はい、頑張ります。期待してますので、はい、そして「翔平TV」現在こちらのグローブプレゼントをしております。7月末までの毎日コメント、はい、コメントをしてもらってね、チャンネル登録してもらってね、ぜひ本当にたくさんのコメント待ってます。はい、本当にいいグローブなんでね、たくさんの人に見てもらって、でまあ1人ですけどね使ってほしいと思いますのでお願いします。そしてインスタグラムでも今実はプレゼント企画やってます。なのでそちらハーフパンツね5名の方にプレゼントです。投稿をね見てもらってね、メンションをして何サイズが欲しいですとかね、僕らの応援コメントとかね、ぜひともいくらでも OK です、はい、ぜひとも毎日でも OK ですよ。はい、ぜひとも盛り上げていきましょう。はい、というわけで本日動画を以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。